よっしゃ来た、よっしゃ、よっしゃ、これ来たぜ、でかいぜ、うん、おーやばい、草がある、やっべ、やっべ、頼む、取りたい、ちょっと網、おやっべ、やっべ。おとつい、実は息子のチャンネルほげってます。寒い季節ということで、簡単に誰でも釣れる釣りなんだろうな、やっぱりパンコイかなっていうことで、近所の川にコイを釣りに行ったんですよ。なかなかね、父ちゃんのアドバイス不足なのか、そもそも魚の機嫌が良くなかったのか、大気に魚を釣らしてやることができない。これはね、親父としてこのまま放っておくわけにいかないなと、まあ、息子に対しても良くないでしょ、諦めんのかっていう。かなり温めてきた最強のパンコイスポットでリベンジしようかなと思います。まあ、この動画を見たらね、息子もね、ああ父ちゃんやったぞと、リベンジしてくれたんだと、鯉はやっぱ釣れるんだとなるはずなんですよ。諦める親父の姿って絶対やっぱ父ちゃんの美学としては見せられないんで、最後までやりきる、まあ、これがね、畑の家訓というか、大輝よく見とけ。 OK、 行ってみよう。ちょうどここ流れがね、こう木の川ですよね、木の川に向かって流れ込んでるところに鯉がワンサカイ、あ、おるな、ワンサカではないけどおるわ。まあ本当にね、道具はシンプルです。はい、こちら最強の延べ竿ボーダーレス、これを今日も持ってきました。うい、いきますよ。ちょっと今日天気悪いけど、この輝き見て、これこの輝き、この輝き、どうやこれ、この美しさ、素晴らしい、ボーダーレスリミテッド、この感じ、あ、この感じ、竿先に糸を結び、反対側に針を結ぶ、それだけ、簡単、誰でもできる、まあ、いわゆるノーシンカーですね、重りなし、16ポンド、クリアの中でも強度があって、ギリギリ魚が取れるところはどこなのかっていうところからプラスちょっと強い、本来であれば12ポンド14ポンドを選ぶところやけども、安牌を取っての16、糸の端っこをこうね、二重にしてこういう輪っかにすると、この輪っか他の先っちょ、まあ、1センチ2センチぐらいをもう一回、そうすると、まあ、ここに小さな輪っかがあって、下が大きな輪っかになっている。これをこんな感じで輪っかをね、これぐーっと引っ張ると絞られていくと、竿先に通してこんな感じ、外す時もこのちっちゃい方の輪っかをピュッと引っ張ってあげると外れると、先人の知恵でございます。うちのじいちゃんに教わりました。じいちゃんに教わったから、これも、うちの息子にはちゃんと代々受け継いでいかなあかんなと。竿自体が7メーターあるんで、全開にすると、まあ、もうちょっとあるんやけど、1メーター分ぐらいは竿よりも短い、ここに1センチぐらいの大きさ1センチじゃないか、これまあ大体こんなぐらいの大きさ、多少ねでっかかったりちっちゃかったりしてもまあ大丈夫、簡単な仕掛け。よし、じゃあまずはこの流れの上側にパンを巻いてみよう。これね、長軸です、これを巻きます。まあ、この一発目の魚の食い気によってだいぶ変わるからね、いけるかいけへんかは。頼む、もうここはもう本当に祈るような感じで、おお、トンビが、まあ、半分巻いてないぐらいで、ちょっと一回雰囲気を、いやでも沖の方に散らばってる鯉が見つけて、おお、あれ結構来てんちゃう、あれ来てんちゃう、来てんちゃう、来てんちゃう、あ、このパンの匂い、パンの色、まあ、それをね、覚え込まして、美味しいものだと思い込まして、おーおーおーおおお、食べとる食べとる、食べましたね。なんか食べれるものが流れてきたみたいな話がこの鯉会にも伝わってですね、で仲間たちが
こう連鎖的にあいつなんか食べてんぞみたいな、俺もなんか食べたいなみたいな、そういう感じになってきたらチャンス。一回シンキングパンで様子見ようかな。まあ浮いてるパンを食べなくても沈めるだけで反応が変わったりするから、ぐーっとね空気を抜いてあげる感じで沈みパンを作って流れ出しの先に入れてみる。ここやな。うわ、寝かかった。最悪。もうあと30分1時間で火くれんねんで。移動かな。これ移動やな。これはやばいよね。このまた終わるね。終わるよ。終わってやるよ。ガンガン。おっしゃ、移動や。オッケー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 。ここはもうマジの、マジやからもう。おるか。あ、おる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 。おろ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 。ちょっとねここまあ高さがあるから延べ竿では無理やけど、なんとかしてね、ただここの鯉たちが食べてくれんのかな。おおおおおおおっ、オッケーオッケー、鯉のやる気はあるで。いけるやろ、これいけるやろ。あの下の子いったんちゃう、いったんちゃう、これいったんちゃう、これこの流れいったんちゃう、ほら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 、いけいけいけ、よっしゃよっしゃ、いけ、あかん、反応が遅い。オッケー、ついていけ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 、すえ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 、おっしゃおっしゃおっしゃ、来た。オッケーオッケーオッケー、よっしゃ来た、よっしゃ、うっ、頼む、取りたい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 、ちょっと網網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 、おやっべやっべ、オッケー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 、うわ網網短っ、うわ網短っ、やっべこれやばいやば、あんま走られたらやばい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 、おら、おっしゃ来い、あかん、あー、あー、頼む、来いよ来い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 、頼む頼む頼む、もうちょっと、あーオッケーオッケー、オッケー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 、よっしゃ、あぶ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 、よっしゃー、来たー来たー、こいや来たぞ来たぞ、こいや、おっしゃ、大輝やったぞ、父ちゃん釣ったぞ、思いっきり上顎にかかっとった、オッケーオッケー、いやー最後ね、マジであのこれ場所を移動してもう夕方やし、もう終わる終わってまうところやってんけど、ギリギリいけたわ。次の釣り場行こうか、はい、いや次の釣り場、いやいや和歌山に来たのはこいつ釣りに来たわけじゃないから、あ、そうなんですか、うん、移動しよう移動しよう、怪物や怪物や、来た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 、おっしゃ来た、
たぜ、来た来た来た、ハンスーって表層引っ張って愛知系みたいにして食わしたわ。いいサイズだ。うわ、もうめっちゃ遠いわここ。ちょっとまた網、そう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 、オッケーオッケー、ナイス。あーやばいやばい、あーやばいやばい、よしよし、ふぅふぅ、二発目パンコイ。見てよこれ、綺麗な鯉やないか。黄金に輝く魚体、素晴らしい。はい、鯉ちゃん。おっしゃおっしゃ、サイトサイトサイト、ほらこういう展開になったら強いで。これめっちゃでかいやん、ほらこれ今日一やで、これ思いっきり吸うとる。もう沈んでる鯉にスーッとパン沈めていって、でもう目の前でスーッと見せてサッて吸った。ういーういー、これじゃあまた、これは今回でかいからね、でかいからね、でかいからね。やばい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 、何してんのなんで走らすん何してんねんな、こっちやって、この草のないとこやって。もうちょい左左左左やって、左左。